助けてもらえるか、ビーディ。なんて信じられない。彼を知ってた？カール。それほどじゃない。ドーマは知ってた。関係はちょっと険悪だった。あのバカはいつも私を籠絡しようとしてた。性のないやつだった。でも今となっては来てくれるのが嬉しかったのかね。言わなかったけど。気持ちはわかる。そうかい。ああ。なんて銀河だ。カール、一緒に来たあの女は誰なんだい？メリン、いい友達だ。彼女が何か？別に何も。メリンが怖いのか？私が？いやいや、ただ彼女のような人は初めてだ。メリンはナイトシスターだ。ナイトなんだって？なんだい？そりゃダソミア出身だ。魔術を使う。適当言ってビビらそうとするんじゃないよ。いや本当だ。メリンは死者を呼び起こせる。だが心配はいらない。彼女は俺たちの仲間だ。カール、死者が歩き始めたらひどいことになるのは確かだ。私とグリーズが初めて会った時の話は知ってるか？いや、聞かせてくれ。彼が最初に来て酒場を買う夢を語った時はただのパイロライト狙いかと思った。フラッと現れてカモからクレジットを奪って消えるようなね。もちろん酒場を大事にするのを見たら私らの同類だと分かったよ。パイルーンはマンティスと同じくらい彼に大事なんだ。だから曾祖母の名前を付けた。その通り。グリーズはいいやつさ。私がそう言ったとバラすんじゃないよ。ああ、内緒にしとくよ。ドーマのことは任せたぞ。あの女には逆らわない方がいい。そんなこと考えない。ドーマは尽力してくれた。俺たちにもな。時々まとまっているのは彼女のおかげかと思う。ああ、普通とは違うな。そういう人もいるんだ。人を結束させる。
行くぞネッコ、頼んだぞ。見てみろ、俺は味方だ。新しい種植えて、詳細を教えるわ。新種を持ってきたのね。植え終わったら詳細を教える。新しい種を見つけたわね。植えたら詳しいことを教えるわ。素晴らしい。植えてくれたら情報を共有しましょう。いいわね、新種よ。植えて説明するわ。庭に植えられる新種だ。ピリに相談しよう。新しい品種魅力的ね。植え終わったら知っていることを教えるわ。そのフルーツシェルは花が咲いたら素敵でしょうね。暑さですぐに水ぶくれになる細い茎を幅の広い葉が守っているの。新種を持ってきたのね。植え終わったら詳細を教える。あら、サボテンボール。中心部にしつこい外敵から身を守る鋭いトゲがあるの。
なかなかいいスタートだぞ。新しい種を見つけたわね。植えたら詳しいことを教えるわ。新種を持ってきたのね。植え終わったら詳細を教える。お前も帝国軍の奴らが怖いか？ああ、もちろん。俺はまだ慣れてないんだ。確かにリーチは常に危険だった。でもさらに悪化してる気がする。気を落とすな、ハール。まだ工房は占領されてない。ああ、そうだな。ハイファイターが頭の上を飛んでたってくじけないぞ。ハール、リーチのためにいろいろとすまんな。もっとお前のような助けになる奴がいれば。ああ、お前さんもな。やあ。カル、ちょうどいい。どうした？ジグは工房を離れるべきと言うけど、私は違う。お前の言った通りだ。ここはもう安全じゃない。帝国軍が攻撃してきたらもうダメだ。私は帝国の気まぐれに人生を左右されるつもりはない。どう思うカル？残るのと去るのとどっちが安全かわからない。でも一緒にいるのが一番安全だ。ええ、私もそう思う。お前が倒した猛君は相当臭かっただろう。ああ、かなりね。鼻で距離を測れと母さんはいつも言っていた。ある時、農場を脅かす野生のカニファントがいた。凶悪だった。納屋を2回も壊したんだ。カニファントは自分の足跡を隠すんだよ。ずる賢いから見つけるのが大変でな。どう追跡したんだ？私らは水分凝結器を反転させて空気中に水分を送り込んだ。湿度が高いと匂いはずっと、いや、はるかに強烈になる。すぐに居場所をつかんだよ。賢いな。だろ？五感という優れた武器があるんだ、カール。活用しないとな。やあ、カール。会えて嬉しいよ。